ジャーミーやった、迷わへんかった、大丈夫やった、迷った11回行っちゃったヤズリンがポップアップ出してます。こんにちは、お久しぶり、久しぶりだね、嬉しいです。じゃあちょっと見させてもらいますね、どうぞ。私が前見た時よりね、新商品がね、増えてるの。このクロノローションとかなかった。せやね。結構前やからさ。そんなに多分ベース商品ぐらいじゃないかな。これも初めて見たよ。あ、せやね。かわいい。比較的新しいかな。そうなんだ。これはティーパックですね。ダリアが全部入ってるってこと？そう。花びら入ってんね。花びらのお茶？花びらのお茶。すごい。贅沢でしょ。贅沢。で、私はこの辺はね、よく知ってるんですよ、クリス。このソープとこのクリームはめっちゃいい。おすすめされる。ね、うん。使ってくれたもんね。そうそう。で、今回はこの洗顔料が興味ありすぎて買いました。そう、この洗顔料めっちゃ気になる。いや、これね、うん、本当に隠れユーザーさんめっちゃ多い。あ、そうなんだ。フォトジェンさんとかでも結構リピ買いになってくれてるから。すごいすごい。本当いつも華やかで綺麗です。じゃあもうアズリンが全部これ作ったってことじゃん。そうそうそう、めっちゃすごい、開発から全部でしょ。フルプロデュースです。すごいです。本当に素敵だし、もう保湿が高いんだよね。保湿力が、保湿力高い。そう、なんかダリアの花びらがね、ポリフェノールがすごいねって、その老化の肌、お肌の老化とかを予防してくれたりとか、嬉しいやん、女性って。嬉しい。いや、したいしたい。これ使いたいなと思って。ああ、そうなんだ。そこから思いついたんだね。そうやね。すごいんで、ぜひ一度気になる方は、置いとくだけでも可愛いんで、見てみてくださいね。かわいい。かわいい。チャミがかわいい。いやいやいや。入ってるチャミがめっちゃかわいい。なんで、なんで、ぜひ。いや、もう骨折しながら撮ってます。もう寝たやな、こっち。そうなの。最高やな。そうなの。ありがとう。じゃあ、はい、そんなアズリンの宝塚 OG あるある、うん、イエーイ、お願いします。宝塚 OG あるある、私の、うんうん、ね、やっぱ元男役やから、うん、これあの結婚式のリハーサルの時にあって、うん、あの旦那さん手出してくださいって言われて、奥様もどうぞって言われて、お互いがこうやって出すよね、うん、いや私こっちが、こっちこっち、確かに、確かに旦那さんと一緒にせーので、せーのでどうかなってどっちも手こうしなかったの。そうそうそう、誰も乗ってないよね。めっちゃ面白い、それでもあるよね、男役あるあるで。確かに、あの手出してって言われて、うん、すぐに出るのは絶対こっち、うん、こっちこっち確かに、それ男役あるあるなんだね。だってさ、うん、なんかさ、こう一緒に写真撮る時もさ、腰とか肩とかにさ、こう手回したがらへん、うん、回したがるかもしれない、ね、うん、なんかちょんっているよりは、どっかに回したがる癖もある気がする。確かに、うん、そういうのもあるのかな面白い。子供たちも男前になりそう。いや、頑張ろう。しつけよう。ね、なんかチャミない？私はね、しょっちゅう言ってる、いろいろと。舞台化粧のやり方がわからない。うん、普通の。あ、普通の、ね、最初初めて、普通の舞台、ストレートプレイの舞台に出させてもらった時に、うん、動乱こんなに塗らないんだみたいな。その塗る量が。薄いけど大丈夫みたいな。なんかさ、地肌見えるじゃんみたいな。その地肌が。つけとる、つけとるよ、ね。そう、地肌が見えなくなるまで塗るのが宝塚だから。塗り込むんだよ。パンパンパン、グリ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 。それでこなしてまたフェイスケーキかけてみたいな、もう剥がれるんじゃないかっていうぐらい塗るんでしょ。こんなになりすぎて剥がれるような、ポロンって。そう、なんかこんな薄くていいのって最初思った。あ、なるほど。それ宝塚あるあるかも確かに、そう、確かに。あとね、もう一個ね、うん、なんか顔が、うん、この人宝塚化粧映えるなっていうところでなんか判断しちゃったりする。わかるわかる。なんか目は寄ってへん方がいいし、うんうんうん、薄い方がいいやんか、うんうん、もうザ・こうジャパニーズな顔の方が、うん、宝塚映えするなって。わかる、あるよね。あ、この人メイク映え完璧にするなとか、うん、男役メイクさせたらトップになれるなみたいな考える。女優さんとかも見たらね、見たらね、アイテープもさ、うん、このどのあたりからカットつければさ、うん、目パッて開くかとか、わかるわかる、見ちゃう見ちゃう位置ね、自分の目のあたりでこう、そう、わかるわかる、アイテープの位置、もうちょっと手前かなとか、わかるわかる。あと普通のメイクの時のまつげ、つけまつげをつけるとした時の位置がめっちゃ外になりそう
本当はさ、キワキワにつけなきゃいけない。ちょっとさ、ちょっと大きめに盛り下がるよね。そのアイラインがさ、この辺まであるつもりで貼っちゃうから、むっちゃ目の外になる一回。わかる。やっちゃうよね。やっちゃう。おもろ。ちょっと濃いめの、ちょっと太めの、うん、で全部こう幅ちょっと大きくなるんちゃうかっていう錯覚に陥るよね。そんなこと絶対ないのに。そうなの。メイクってナチュラルでいいの本当は。ナチュラルか分からへん。そう、宝塚メイクはね。もうやってなんぼやからね。宝塚あるあるでした。かんちゃん、ありがとうございます。27日までやってます。来てね。いらっしゃいませ。ありがとう。